沖縄のお土産紹介。ああ、もう忘れてた。これは竹富島の竹富島に行ったっていう思い出のなんかお土産が欲しくて買いました。八重山限定。水牛の水牛マグネットです。冷蔵庫の側面に貼ります。寝起き全然喋れんわ。はい、次これ俺のやつかも。開けます。これは、覚えております。これはですね、沖縄の、石垣島の三崎町っていうところが商店街になってまして、居酒屋とかもある、まあなんていうの、繁華街なんですけど、石垣島唯一のそこにある雑貨屋で買いました。これは、あ、それか、なんていうの、これリサイクルガラスって言ってたかな、物入れなのかオブジェなのか、ちょっとすごい綺麗で、琉球ガラス、それともちょっと違うかな、このなんていうの、マーブルの青い、なんかね、こういうの綺麗なものが好きで、仕事のデスクの上はですね、なんか砂時計があったり、結構一人だけ異色のデスクに実はなってるんですけどまあでも自分の中では結構おしゃれだなって思ってるんだけど、ちょっと使い道分かりません、これ。これは覚えてる。これ誰の、何これ、あ、我が家のじゃん。これはね、いいですよ。これはやっぱり沖縄といえばのやつですね。そうだね。じゃーん、かわいいよね。石岩灯、これはシーサーです。見ればわかる。で、石岩灯っていうのが石垣島によくある魔除けの石ですね。とこうシーサーが一緒になったようなやつで、なんかね、千と千尋の顔なしみたいなフォルムでいいなと思いました。可愛いでしょ、これ。これを玄関に置いて魔除けとなってもらいたいと思います。これ、うわー、もう忘れてるわ。何これ。これはですね、欲しかったんでしょ。はい、なんでこれ買ったんだっけ。欲しかったんだけど、これそんなに高くないですよ。これね、何かって言いますと、これも沖縄のなんか伝統工芸っていうのかな、編み物、なんとか織物か、なんとか織っていうやつの、これね、名刺入れです。小さいですけど、なんかちょうど沖縄に行ったら、この伝統織物の好きな水色のものがありましたので、これに名刺を入れてですね、もう一つの肩書きのを名乗るときにはこれを使いたいと思います。次あー、これめっちゃ可愛い。可愛いでしょ。何回見ても可愛い。これ一目惚れして買った。これ何ですか。それは開けてみようか。これを買ったのは、八重間村っていう、あれは何？なんか、そう、猿が見れたりする場所で、ちょっと寄り道だけしてお土産だけ買ったんですよね。ここに売ってたのが、この、チンスコウの、はい、見せてください。チンスコウじゃないよ。チンアナゴだ。チンスコなの？これチンアナゴ。チンスコってなんだっけ？チンスコは食べ物、沖縄のこういうクッキーみたいな。そうだよね。チンアナゴです。すいません。大丈夫かな。もうなんか脳が死んでる気がする。
大丈夫？鏡最近なくて欲しくて、手持ちのね。そう、あんま他のお土産屋さんも見たけど売ってなくて、最後八重間村行ったら、うん、あったんだよね。ね、最後の1個、拡大鏡と普通の鏡と。沖縄の海は潜ると、あのなんかチンアナゴはいないんだけど、チンアナゴみたいな潜ってる穴に潜むこういうやつ結構浅瀬にいっぱいいて、米原ビーチが一番いいんですけど、石垣島ではもう圧倒的に、あのシュノーケルとかするな。海蛇がいました、怖かったです。あ、それ動画で言ってないの？海蛇がいた、怖かった。でもね、まあ彼らは襲っては来ないから慌てずやり過ごせばいいんだけど、え、なんか珍しい長い魚いるって思ったら海蛇でした。みんなも海蛇には気をつけてくださいね。はい、次はですね、ハルコガメ、ハコガメだった。ハコガメっていう、これはお店の名前。これ、これ買った時にお土産、なんかただだったからもらったステッカーが好きなんですよね。仕事のパソコンにめっちゃ貼りまくってます。打ち合わせとかの時にみんな相手の人に何か思われてるんだろうなとか、パソコン出したりするじゃないですか。こうバチバチって、うん、見られる場面はいっぱいあるんですけど、あんまり突っ込まれたことはないですね。いろいろ貼ってるんですが、あのヒロアカのデクも貼ってあります。ステッカーをね、いっぱい買いました。こんな感じです。これ可愛くない？なんかスタバのパクリ。何て書いてる？ラブ沖縄アイランド。あ、このパクリの、これ安いよ。でかい。こっちもある？ん、ないない。え、これもない。2枚。違う。こっちも。1枚。これパソコンに貼ろうと思ってます。これも。なんかちょっとでかいかな。まあ、サイズ感が合えば貼りたいと思います。キャリーに貼ろうと思って。これから年一で沖縄行くたびに、今回竹富島制覇したから、離島に行くたびにその離島のステッカーを買って、制覇していくっていう。石垣パークジュラシックパークのパクリです。ジュラシックパークめっちゃ好きで、うん、我が家はジュラシックパークジュラシックワールドが好きでしょっちゅう見てます。映画見るのめっちゃ好きなんだけど、その中でもジュラシックパークはもう何回も見てる。目引いたから、これと虹色のカメウミガメ。去年も今年もウミガメ奇跡的に出会えて見れてるちょっと海亀張りたいなと思って、はい、全然奇跡的じゃないんですけどね今年も去年も海亀シュノーケルで海亀を見に行くツアーに参加してまして、無事見れてますね。今年は海亀3匹も見れました。寝てる海亀を起きるの待ったりしてですね、うん、なんか割と浅い、うん、最後いたじゃん。いた隠れてたっていうか。寝て起きて普通のの見たんか、最初から起きてたのを見たんか、うん、最初から起きてたのはいなかった、うん、もう忘れてます。3回見てますなんで、石垣島と、まあ、鶴の恩返しっていうね、そういうマリンサービスがあって、そこがまあとにかくめちゃくちゃいいんで、まあ、その鶴崎さんっていう男性のその方が当たるととにかくいいんですけど、石垣島でもしシュノーケルするなら鶴の恩返しおすすめです。陸から行くタイプでよかったら、うん、うん、あの海から船からダイブするのはやってないんですけど、まあ、陸からこう行くね、怖くない初心者向けのやつはおすすめです。はい、以上、沖縄お土産旅行でした。